本日の動画は？はい、どうも皆さん、こんにちは、ブレスです。ということで、今回も乃木フラやっていきたいと思います。さあ、本日から君プロライブの本戦が始まりました。皆様頑張っていきましょう。ということで、まあ予選とほぼほぼ同じような感じなんですけども、一応本戦としても、いろいろご紹介したいと思いますと。まず、イベントの遊び方についてです。本戦ランキング上位入賞でリアルグッズをゲットということで、乃木フラアクリルスタンドとサイン入りチェキとなっております。サイン入りチェキは推しメンランキング2位以内でゲットができます。で、乃木フラアクリルスタンドは、メンバー別で、トップ50に入ればゲットできますと。はい、前回からの変更点がクリアターン数に応じて追加報酬がゲットされますという風な感じで、ここら辺記憶かな、シンクロニシティの記憶かこれはが、報酬がどんどん手に入りやすくという風な感じになっております。で、そしてランキングポイントに応じても追加報酬がゲットできます。はい、そして挑戦権の回復が、5時12時19時に、回復しますので、まあ、このタイミングにログインして、頑張っていきましょうという風な感じです。はい、そしてですね、総合ランキングと推しメンランキングの2つあるんですけども、総合ランキングでもリアルグッズが、ありますので、皆さんそちらもねぜひ頑張ってみてくださいという風な感じです。はい、でボーナスポイントとかはまあまあまあ置いておいていいかな。で、挑戦権ステージが今回も出てきておりますので、これで挑戦権をゲットしたりだとか、まあいろいろゲットして、やっていきましょうというふうな感じですね。はい、ミッションポイントもあのプレミアムリアワードがあるので活用していきましょうというふうな感じです。それということで実際やっていきましょうか。ライアー山崎レナを推しメンに設定しますか。はい。すげえ、総合力700万出てる。これ俺クリアできるのかな。はい、無理だよね。1個下でも俺きついんじゃないかな。あ、こっちはできるんだ。スコア B なので、初回報酬が、シグニシティエクストラだったら、この乃木君プロライブボックスが15個で記憶が1200かで、通常報酬からは2と250ですね。で、こっちが8の700、2の220なんで、まあ、そうですね。2の220か。2の200。これ一番下のシングルにして、レベル1以外は、初回報酬をゲットしといた方が、まあ、ちょっと美味しいっちゃ美味しいですね。ポイントに関してはどうなんだろう。ちょっと待ってくださいね。もう一回9クリアして、なんぼや。センター経験値がこれで、次のところか。ポイント合計が230か。が、まず、2回目で、こっちのレベル3だとなんぼや ?320 か。になるので、まあ、とりあえずは、あれですね。一番最初は、各それぞれの、初回報酬をゲットしてから、まあ、レベル1以外かな。になってくるかなと思います。はい、じゃあちょっといろいろとやってみようかな。10も回復いらんかったな、そう考えたら。まあいいや。425で、これが A で515。ちょっと待って、これもう一回やってみるか。C で220で。これもしかしたらスコア高いかったら220でしょ、さっきのやつは。215、あ、でもちょっとだけの差しか変わんないのか。まあ、周回はぶっちゃけどこでもって感じですね。この感じからしたら。まあ、あとは、乃木メモのボーナスとか、スタイルのボーナスとかで、いろいろと上げていく感じですかね。確かに俺、もう石の使い道ってほぼほぼなくなったから、そうだな。乃木メモを引きに行ってもいいのか。じゃあ、ということで、乃木メモ引いてみたいと思います。せっかくなんでね。乃木メモどっちだっけ？どっちだっけ？これ。対象になってんのって。乃木メモ、君プロライブシンクロニシティ。12月のカメラコレクションか。B でしょ？俺 B は結構強いの持ってんすよね。遠藤さくら、架橋さやか、4期生メンバー、全メンバー、全メンバー、C
C かな。そしたら C 引くか。なんか C の方がいろいろと良さそうな気がしてきた。カメラコレクション C。 そういえば俺 C の SSR も持ってなかったんで C でいいかもしれないですね。じゃあちょっと行きたいと思います。ほい。こうやってたくさん出てきてくれるけど、おお、あ、でも半分はいってんのか。これ別のあれも出てくるんでちょっとあれなんですよね。これが確定枠かな。よし、これで解放できますね。で、あとはのぎめホルダーとかでいろいろやってって感じかな。はい、強化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 。レベル40までいったね。で、開花もしちゃいますか。OK、これでさっきのタイプ C が追加できましたと。で、あとは、交換所で手に入るタイプ B で合ってるかな。別にプチコレクションのタイプ B も、全部いろいろやって、強化もいろいろしてっていう風な感じですかね。よし、じゃあこれで俺はまたどん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 やっていかなきゃなっていう風な感じになるよね。うん、もう頑張りましょう。ここはここばっかりはね、ポンスカポンスカポンスカ、回していってっていう風な。あ、すごい。でもあれですね、ちょっとだけでもボーナスつくからありがたいな、これは。はい、といった感じで、まあ、キメピロライブ、皆さんもぜひ頑張っていきましょう。僕はね、まあ、頑張っ、リア、乃木、どうしようかな。アクスタギリギリ手に入れたいぐらいではあるんですけど、ちょっとね、年明け早々いろんなことが立て込んでて、できるかどうかすっごい不安なんですよね。前回も同じようなこと言ったんですけど。いや、ちょっとね、ちょっと忙しい時に限ってこういう風になんかいろいろ出てくるんですよね。まあ、頑張りたいと思います、僕も。はい、いや、できるかどうかちょっとガチで不安なところはあるんですけど、まあね、できるだけ配信とかもつけながらやっていきたいなと、僕は思っておりますので、皆さん、それぞれ頑張っていきましょう。ということで、以上で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。じゃあまた別動画でお会いしましょう。バイバイ。